はい、本日はですね11月に買ってよかったものトップ3をねご紹介していきたいなというふうに思います。ということで毎月やってるんですけども、いよいよもう今年も残すとこあと2回、今回やって次回はまあ12月やるんですけども、12月はねまあ中旬ぐらいで買ってよかったものを紹介して、その後もう年末はね2021年で買ってよかったものっていうのをトップ10ぐらいで出そうと思ってますので、まあ、毎月毎月ねトップ3やったんですけども、まあ、年末ぐらいはトップ10ぐらいで多分組めると思いますので、またそれも楽しみにしておいていただければなと思いますが、今日はね11月に買ってよかったものということで、今月からはダウンジャケットが出てきました。まあ、先月ぐらいまではね、まあ、秋物ですねなんて言ってたけども、11月もだいぶ寒くなってきたでしょ。いやダウンジャケット買ってますよと。でね、常々このチャンネルでは言うてるんですけども、毎月の洋服代だいたい一応30万円で見てるんですいう話はしてたんですが、やっぱダウンジャケット高いからね、ほんま数着しか買ってへんねんやけども、それでももう30万円到達しちゃったっていうことで、実は今回トップ3って言うてんねんやけども、実は3つしか買ってないんですね。だから4つも5つも6つも買ってるわけじゃなくて、3つしか買ってなくて、この3つで30万円いっちゃったんで、まあ、そしたら順番的にねどれが良かったんかっていうところをね、まあ、買った順番の中でお話ししていこうと思いますので、本日の流れとしてはですね、いつものごとくトップ3を紹介してトップ2を紹介する、でそこからトップ1に行く前に番外編に行きたいなと思います。で番外編の方はね、なんか今回はちょっとね、もしかしたら皆さんにとってお得になるかもしれんし、ならんかもしれんし、ちょっとその辺は分からないんですけど、まあ、見ていただければなと思いますので、まずは第3位から行きたいなと思います。11月買ってよかったもの第3位というのはですね、ズドン、こちら水沢ダウンのゴアテックスバージョンになっております。まあ最近ねレビューしたばっかりやからね、いやいやお前まだ分からんやろと、そんなお前ちょっと触ったぐらいで分かるわけないやんけって思うかもしれないんですけども、あのレビュー出したのも最近かもしれないですけど、買ったはねもう11月の前半ぐらいも届いてるっていうことで、何回かそこから着用はしたんですよ。でそれこそ最近寒なってきてるからね、あちょうどゴアテックスやし、風も通さへんからチャリンコ乗ったらどうなんかなとかね、いろいろこう考えて着てみたんですけど、僕個人的にはね普通モデルの方が好きなんですよ。で普通モデルの方がね、まあ値段とかも安いんですけども、まあ、着心地とか考えた時には、まあもしかしたら普通モデルの方が僕個人的には合ってるんかなということで、まあ、このゴアテックスバージョンはねもちろん申し分ないし、僕はゴアテックス好き好きって散々言いまくってるからね、お前ゴアテックスじゃないんかって思われるかもしれないんですけども、まずねちょっとまあ微妙やったっていうか、この3つこうダウン買った中で一番最下位やった理由としてはね、ちょっとサイズがやっぱり合ってなかったですね。っていうのもこれ今回 XL にしてるんですよ。で見た感じのサイズ感って結構綺麗なんですよ。あこれいいじゃないか、かっこいいじゃないかって思うようなサイズ感になってるんだけども、実際着てみると結構ねこの身幅んとこガボガボやから、下から結構風入ってくるんですよね。でそれ考えるとあんまりあったかくなかったんですよ。結構風入ってくるなっていう感じで、だからまあこれはねサイズをぴったりのサイズ着ればあったかいかもしれないんですけども、僕はワンサイズ上に買っちゃったっていうのがね、これはまあかなりの失敗になってくるのかなと思います。でね次もう一個最下位になった理由としてはね、まあゴアテックスのダウンジャケットってすごいじゃないですか。でも今こそそれこそね結構いろんなブランドから出てるんやけども、15万してゴアテックスのダウンって考えたらね、マウンテンパーカー5万円で買えるでしょ。でインナーのダウンジャケットまた別で買ってもね、多分15万以内で収まったりするんですよ。って考えた時に、まあちょっとコスパ的に考えたらね、そんなにコスパがめちゃくちゃいいわけじゃない。ただもちろん一着でね全てをこう網羅してるというか、暖かさもあって風も雨もしのげてるって最高じゃないですかっていう方にはもちろんいいとは思うんですけども、まあ、僕個人的にはね友達とかにおすすめするんやったら、これ買う15万余裕あるんやったら5万円はまずマウンテンジャケット買って、次の残りの10万円で結構いいダウンジャケット買った方がねいいんちゃうかなってまあ僕は思うんですよ。でそれを重ね着したらいいやんとか、中ダウン着て上からマウンテンパーカー着たったらもう全く同じ原理になってるやんみたいなことをね、多分僕は友達にはそう言うんですよ。だからまあ視聴者の方はね別にそんな好き好みがあると思うから、別にまあ僕は強く言わないんですけど、ちょっとね思ってるような感じではなかったかなというところで、まあ僕はインラインの方がね好きです。でインラインの方が10万円ぐらいってことなんで、あれが10万円はね結構まあまあありかなと、まあ僕は個人的に思ってるんですよ。ただこっちの15万の方がね少し高い、そしてまあ待ち用に特化してるっていうところがあって、綿もそんな多くはないんですよね。だからまあ暑がりな人とかにはね、あ持ってこいかなとかって思ったりするんですけど、僕なんせ寒がり、こうやって部屋でもねダウンジャケット着てるぐらいから寒がりやから、ちょっとこれはね僕にとっては合わんかったということで、まあ第3位になっております。だから以上今月買った中では最下位ですね。まあ、もしねデサントの方見てたらすみませんね、そんな悪く言うたりつもりじゃないですよ。もう全然案件とかいただいていつでもご紹介させていただきますので、それはいつでも下からお待ちしてるんですけども、まあ、今月買った中ではちょっとどうやったかなというところになっております。では次第2位に行きたいなと思います。第2位というのがですね、こちらナンガのオーロラライトダウンジャケット。これはねまあ、ナンガの買い物動画で購入させていただいて、まあ、本来はね寝袋買いに行く予定で行ったんやけども、寝袋なかったから、ほなじゃあダウンジャケット買いますわって買ってね、まあ、比較動画も作らせてもらったんですけど、確かに綿の質だけで言ったらナンガはやっぱりトップクラスにいいなっていうのはねほんまに感じるんです。っていうのも僕結構ダウンジャケット持ってるでしょ。でそれこそダウンおじさんなんですって自分で言ってるけども、ダウンおじさんから見てもね綿の質ってねやっぱこんだけ持っとったら感じるんですよ。でこれ見てもらってる方ってね、いえお前さすがにダウンの質
つわかるはちょっと言い過ぎですけど、お前これが立つって言ったら立つけども、これちょっとやりすぎですよというふうに思うかもしれんけどもね、ダウンの質ってね、やっぱりこう、あ、膨れ具合っていうのは、じゃあ、まあ見たらわかるじゃないですか。あ、いっぱい入ってるなぐらいなのわかるけども、いっぱい入ってて、やっぱチャッチーのとか、しょぼいやつって重たいんですよね。だからダウンがちょっと重たい、疲れるってなるんやけども、やっぱりこんだけバター入っても軽いんですよね。で、それがあまりに圧倒的に質がいいというのはね、こんな僕でもわかるということになってますので、質はええんやけどもですよ。なんでこれが1位じゃなかったかというとですね、僕めちゃくちゃこれ気になるの1個あるんですよ。これもし、なんかさんね、見てはったらね、これ改善した方がいいかなと思ったりするところで、まぁ、あ、ちょっと偉そうに言ってたらすみませんけどもね、何かっていうと、このね、ジップ全部閉めた時の首のとこってあるじゃないですか。この首のとこね、ここの裏のファスナーが冷たいんよ。ここに当たるとっていうのが、やっぱ気になるじゃないですか。でね、なんでかわからんねんけども、これジップ2つあるでしょ。で、まぁ、あ、メインの方はまず1個あるじゃないですか。で、このベンチレーションの方のジップありますよね。こっちか。こういう風にメッシュになってる方、こっちの方がね、もうむき出しなんですわ。だからメインの方のジップの裏側っていうのはね、これパッて見てもらったらわかるかもしれないんですけどもね、このフリースがついてますよね。だからこれがついてるからね、あ、全然この冷たいひんやりした感じないと思いきや、隣のとこ見てください。これジップ丸出しにしてるやないけど、このジップ丸出しにしてるのがものすごい冷たいし不快感あるんやと。まあ最近やったらマスクしてるからあんまりわからへんっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、こうマスクをね、部屋とかでパッて取ると冷たっていくひんやりするんですよ。で、あの瞬間でね、やっぱ心地いいもんじゃないから、どうせここ使ってんやったら隣にも1個使うだけでね、全然変わるんやけども、僕はね、それが嫌でね、何日間か来たんやけども、じゃあやっぱここは不快やなと思って、やっぱ肌に直接当たる部分ってね、まあ唯一冬場やったら手首か、もしくはあの首顔周りしかないじゃないですか。だからそのどっちかに不快感を覚えるのって結構辛いんですよね。だからまあ僕はね、個人的にこのジャケットフリーザジャケットと呼んでおりまして、まあ、これより1個下のランクをね、あの海洋圏バージョンの悟空と呼んでるんですね。で、さらにこれよりもう1個フリーザよりもう一個上のバージョンっていうのが、スーパーサイヤ人の悟空というふうに言わせていただいてましてね、まあ、この3通りがあるんですけども、このフリーザちゃんはね、やっぱりちょっと首のところがね、ちょっとまあ僕個人的にはなんかドドンパなんですよね、なんて言ってね、まあそんな感じでちょっとまあどうなんかなっていうところで第2位にさせていただきました。まあ、あとデザインはね、あの好き好みがあると思いますので、まあ、個人的にはね、デザインはまあ僕はこれよりも普通のオーロラダウンの方がね、好きは好きなんですけども、まあそんなところで第2位ということになっておりました。ではね、次第1位に行く前に、というか、まあ第1位がもうお気づきの方も多いかもしれませんが、ちょっとまあこれは最後まで引っ張らせてくださいよ。で、次ね、番外編行きたいなと思うんですけども、番外編が何かと申しますとですね、まず1つ目っていうのが、柔軟剤ですね。僕柔軟剤変えたんですよ。で、柔軟剤変えるのってね、なんか何がいいか分からへんからどうかなとかって思って、結構最近変えとったんですよね。やっとしっくりくる巡り合わせに出会えた。洗剤はね、アリエールって普通のアリエールのやつ使ってるんですよ。だからもう普通に薬局とかでも買えるんだけど、柔軟剤はどれあってもね、あんまりしっくりこうへんかったんやけども、唯一ね、楽天かなんかで見つけたやつで、ちょっとお高い感じやねんけども、服の匂いがね、ようもなるんですよ。で、特にまあ冬物って厚手になってくるじゃないですか。まあパーカーとかスウェットにしてもロンティーにしてもね、結構厚手になってくるから、よりね、匂いを感じやすいでしょ。で、特にこう、まあ、モフモフ感とかふわふわ感とかっていうのって、まあ、柔軟剤に求める方いらっしゃるかもしれないけど、僕はあんまそんな求めへんから、まあ、とにかく匂いとかのがね、大事かなということで、今ここに出てるね、こちらの柔軟剤を使っております。まあ最初はね、嫁にね、ちょっと買ってって言われたからね、買ったんやけどもね、今のところは気に入ってるからね、しばらくこれ継続しようかなと思って、もう僕はあの大量のセットみたいな、なんかあの段ボールで6個入りみたいな感じで買ってあるから、まあしばらくこれ使ってると思うんですけども、アリエールとの組み合わせはね、まあまあいいかなと思って使ってるっていうのがまず一つね。で、次2つ目っていうのが、入浴剤ね。これ実は入浴剤って僕今回初めて紹介したんじゃなくて、前回も紹介したことあるんですよ。ちょうど1年ぐらい前かな、これ買ってるんですと。で、特に匂いがするわけでも何でもないし、案件でも何でもなくて、友達からただもらっただけで、そこからハマってリピート買いしてるんですって言ったでしょ。そしたらたまたまそれ見てくださってるその会社の方からね、連絡いただいて、もしよかったらね、拓蔵さん、これ無料でサンプル提供させてもらっていいですかって言われたんですよね。で、いやいや、僕あのサンプルいらないんで、その代わりじゃあ視聴者さんにそれプレゼントしたらどうですかっていうことを言ってね、一切1円もお金もらってないし、一切サンプルも僕もらってないんやけども、視聴者の方でね、まあ、それ使いたいっていう方がいらっしゃったらね、下の動画説明欄にね、あの電話番号とか入ってるらしいので、そこの電話番号にポチってあの0120のとこ電話してもらって、あの拓蔵の YouTube 見たんやけどもって言ったらね、サンプル無料で送ってもらえるらしいんで、あの気になる方はそこからやってみてください。まあ、なんかあの匂いとかないからね、どういう効果があるかって言ったら、なんか自律神経を整えるって言ってね、こう常にね、歯ぎしりしてる人とかって、こう寝てる時にね、こう考え事してるから歯ぎしりしてたりだとか、常にこう頭が
が回ってる人とかってやっぱ自律神経がねオンになった状態になってるからね、やっぱオフにしやなあかんということで、どうやったらオフになるかっていうので、まあ、入浴剤とかそういうのを入れることによってオフにしやすくなっていくっていうのが開発されてるらしいんですよ。だから結構その精神病とかに向けて作ったって言ってあって、僕全然知らんかったんやけど、へえそうなんですねいう話はしてたんやけど、今となってなんかスポーツ選手とかもね使ってるらしいので、僕は定価で買ってますよ。もうアマゾンで買ってるんやけども、まあ、今回ねそういう見てもらった企業さんの方からね、ぜひ視聴者さんに、プレゼントさせてくださいということだったんで、まあ、それは好きにしてくださいということで、僕は一切噛んでませんが下からありますので、気になる方はやってみてください。なので、まあ、僕もね相変わらず継続して毎月ポチってます。7,000〜8,000ぐらいかな、100粒入りのやつも毎月毎月ポチってて、まあ、僕はよくポチってるんですけどもね、まあ、気になる方は見てみてくださいと。そして続いて洗顔系いきましょうか。洗顔系もね、喋るでね、喋ってなかったからね、まあ、喋りましょうと思いますが、皆さんどうなんですかね、このおじさんナップって見てて結構きついでしょ。おっさんやなとかって思うじゃないですか、ちょびひげ生やしてとかって思うじゃないですか。で、まあ、たまに僕ね、それこそ、まあ、肌綺麗ですねって言われたりするんだけど、じゃあ何使ってるんかというところをお話ししていくんですが、僕がめっちゃ気にしてることって何かって言ったらね、安いのでいいから、とにかく激安のでいいから乾燥させへんようにだけ気をつけてるんですよね。だから洗顔とかもめっちゃ安い、その辺のなんか200円とか300円で売ってるようなやつ買ってるし、化粧水もどこにでもあるような安いやつ使ってるし、でなんか乳液みたいなのもね、とにかくどこでも売ってるようなやつにしてるんだけども、とにかく乾かさんこと。僕特に肌弱いからね、乾けば乾くほどね肌荒れてくるし、肌荒れるとね、その吹き出物が出てきたりとか、なんかいろいろそういうややこしくなってくるじゃないですか。ほんまよりおっさんっぽく見えちゃうってことで、最低でもねこうやって表で出て喋ってるからね、カメラに映るから、ちょっとは意識した方がいいかなと思ってね、乾燥させへんのだけは意識的にやってます。で、まあそれとね、1点だけよく聞かれるんやけども、たまに電気のやつ使ってるの、あれ何やってるんですかって言われるんやけどね、あれまあ電気バリブラシって言うてね、よくこう芸能人の方とかが使ってはったりするんやけど、僕らもちょっと1年ぐらい前、去年の12月ぐらいに買ってね、そこからずっと使ってるんやけど、それが高いんよ、20万するんですよね。で20万それでもうわし言いながら去年買ったんですけども、嫁がねちょっと使ってみたいということでね、なんか美容室とかやったら10分2000円とか3000円でやってくれるらしいんですけど、まあ僕も表こうやって出てるからね、まあそれぐらいは買うわって言って、それ以外はもう肌のこと気にしたくないから俺はやらんけども、それは俺も確かに使えるから、ほなじゃあ買うわということで去年買ったんですが、まあさすがにね、僕も YouTube やってんかったら買ってませんよ。 YouTube やってるから買ってるけど、もう YouTube やってんくて、そんなようそんな2畳も突っ込まれんからね、まあ頑張らさせてもらったんですけど、それを購入したということで番外編今回ご紹介させていただきました。だからもちろん案件ではございませんので、プロモーションで入ってないのでね、僕が全部自腹で買ってるやつしか紹介してません。はい、ということで最後第1位に戻りたいなと思いますが、もう第1位は気づいてますよね、こちらのダウンジャケットです。ゾン、バルトロライトジャケットカスタムオーダーになっております。で、まあこれに関してはね、なんでよかってなんで1位になったのっていうところをお話ししようと思ったんですが、それよりもどっちかって言ったら、なんで逆に悪いとこはなかったんですよ。だから他の2点はね、やっぱり悪いところというか自分に合わへんところ、さっき言ったみたいに水沢ダメだったらサイズがちょっと大きいとか、そもそもちょっと綿の量が少ないから自分には合ってないなとかね、ナンガの方やったらね、やっぱここの当たってめっちゃ気になるなとかっていう悪いところがやっぱあったんですよ。だけどこのバルトロに関しては、まあ、そもそも元々のスペック的にそんな悪いとこないなと思うし、寒がりの自分でもね、満足できるような綿の量入ってるから、不満点がないっていうところで1位になりました。だからめっちゃ満足してるかって言われたら、まあそこそこには満足してるんですけど、その3点しか買ってないっていうところで、申し訳ないんですけどね、3点しか買ってないので、それを順番的に並べると、まあ、こういう感じかなと思います。だからダウン全部で見てくると、またランキングが大きく変わってきます。それこそなんか綿の質がいいダウンジャケットどれって言われたりしたら、さっきの2位のやつがねぐんって上がってきたりするやろうし、よりねこうスーツとかで合わせやすいの何って言われたりしたらね、やっぱ水沢ダウンとかがさっきは3位やったけどグッて上に上がってくる可能性もあるし、まあ、ちょっとね用途とかによって全然変わってはくるんですけども、一旦今月ね買わせてもらったこの3つの中で、僕個人的な感想を言うんやったら、ちょっとこんな感じでねお話しさせてくださいよなんて言ってね終わりたいなと思いますので、本日はですね11月に買っている方もトップ3を紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。